き特別なパスタを食べたでしょ。エスカトレパスタ、そういうこと。ローソンの新パスタは生パスタのエスカトレらしいんですよ。すごくない？もう運命これで。っていうかコンビニで生パスタが食べるのは初めて聞いた。すごいよね。どんな味にするのかちょっと楽しみです。エスカトレパスタは味はもう決まってるって感じするから、これは近いかあんまり近くないか、普通の生パスタとその出来上がってるパスタの違い。生パスタはね、イタリアに行きたいの生パスタを食べたいだったらパスタフレスカというんですね。パスタフレスカ、まあ大体全部パスタフレスカだと思いますが、やっぱり美味しさは全然違うと思います。で、出来上がってるのパスタはジャプロンか、なんかスーパーで買うとか、まあ、そんなにないですね。実はそんなにないんだけど、ジャプロンタはもう出来上がってるのやつですね。よし、もちプリって、だからもちもちするんですね。リングイネ、あ、リングイネはパスタの種類です。リングイネのミスカトーレ食べたいと思います。ただの469カロリーなので、あ、ちょっといいなって思ってます。いただきます。ボナペティト。わっ、美味しそう。すごい、トマトソースは赤っぽくていいですね。あとはね、匂いは結構フェスカトーレな感じする。よし、ちょっと待ちようかな。あ、まだ食べてないんだけど、もうフォークで触るだけで柔らかいっての感じしますよね。いただきます。ちょうどね、ヒロが食べてないからちょうどいいなと思った。よいしょ。生パスタで食べるはすごいよね。いただきます。あ、おいしい。柔らか。そういうことね、もちもちするのが。確かに全然違う、普通のパスタと。生パスタはね、やっぱり違いがあるんだ。へえ、すごい。これがね、コンビニで食べるのは、っていうかもうこれが食べてしまったから、これから普通のパスタは嫌だかもしれない。味はね、なんか味も近い、すっぷりではないけど、今までのパステタの中で多分一番近いんじゃないかなって思ってます。あとはね、この玉ねぎとかの味とトマトの味と白ワイン、ちょっとちっちゃいの白ワインの味もしますので、あ、結構、あ、エスカトレだなって思ったんです。まあ、一度でもやらないです。すごい、私の髪と近いんじゃない、色は。エスカトレはどこでも食べれるんだけど、魚なので港の町の方がおすすめするんですね。やっぱりその魚はフレッシュってな感じしてもっと美味しいんですけど、まあどこでも作れるけど、多分フリーズンから、こっちのミラノとか海が近くないところだと、やっぱりそのフレッシュな魚は使ってないから味がちょっと変わると思います。でもどこでも食べられるから、ペスカトレもね、私の実家にも食べられる、よく港の町だからすごく美味しいです。まだ食べてもいいかな。とっちゃん、とっちゃん、ごめんね、とっちゃん。でも美味しさと辛さ、もちもちするのはやっぱりこれ生パスタだよねってすごく感じします。値段とカロリー的にだと結構ヘルシーな感じしますので、結構女の子におすすめにしたいと思います。è buonissima. È davvero buona. E soprattutto è molto molto morbida. Si sente tantissimo il gusto del pomodoro, dei gamberi e un pochino del vino bianco, probabilmente me lo stavo immaginando. Comunque, bene, ci manco da
これがみんなよくするのが、これボアノは絶対聞いたことありますよね。あ、ボアノボアノは美味しい美味しいって言うんだ。すっごく美味しいと言いたいだったら、ボニッシモって言えばいいです。よし、みんなこんな感じでボニッシモ。ちょっとね、よく赤ちゃんがする、大人はやらないけど、よく赤ちゃんの子こうします。ボアノのボアノですか、うん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 みたいな感じする。はい、な今ね、よく考えたらなんでこうするんだ、おかしいやな、おかしいやな今思った。なんか日本人っぽくなってきた気がする。よいしょ全部食べてしまう、このパスタ。うん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 、おいしいだもん。でこれはね、多分ローソンの中で一番好きなパスタかもしれない。うん、今までがいろんな種類が、なんでわからないけど、ローソンがいつも3番目とか2番目とか、1台あったことあるんだっけ、いや覚えてないけど、あんまりないイメージ気がするんだけど、やっぱりこの生パスタが一番美味しいんだなって思う。他のね、コンビニは見たことない気がするんだけど、あとは新しいし、なんでペスカトレパスタなんだろうね。私の動画を見てペスカトレパスタを出そうって思ってたんじゃないかなって思う。でもちゃんとあのガンベリーエビ、あっおいははんヘビーとあのアサリもありますので、結構ねこれだけで味がしっかりってな感じする。おいしい。あー、これ忘れた。これタコ？タコじゃないんだね。あ、イカタコじゃなくてイカでしたイカもある。すごいリッチなパスタですよね。あ、結構おいしい。本当に一のパスタバランスもいいですね。なんかパスタの料理がそんなに多くないんだけど、ちょうどいいな。このソースだとちょうどいいなってな感じしますよね。あんまり多すぎもでもないし、でも少ないも感じしないから本当にいいと思います。ちょっと待って、これがね、これが難しいの。あ、できた。でか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 。でかい。あ、もう全部食べてしまうかな、これ。西口ではないな。生パスタを食べるのは初めてだったんだけど、結構思ったよりは美味しいなって思って、あと、そういうペスカトレの味ははっきりするのが、私もちょっとびっくりしました。そういう前言ってたの動画は、クリームじゃなくて、そのトマトの味はしっかりするが一番大事だったから、あ、これはいいなって思った。あと、ポイントつけたいんだけど、今日はね、生パスタは、新しいものだったし、まあ、結構いい感じで作ってたから、95点にあげたいと思います。イエーイ、初めてこんなに高いポイントがあげますよでも結構近い、そのコンビニパスタのレベルで考えたら安いし、どこでも買えるし、どこでも食べられるし、ちょっとイタリアンでランチしたいなって思う人は絶対喜ぶと思います。ぜひ皆さん、この動画が好きだったらコメントしてください。あとは次パスタは何にしようかなとか、おすすめとかあればぜひコメントもお待ちしております。あとはいいねボタンしてチャンネルの登録をしてください。またね、チャオ、グラッシュミレ、チベリアモ、チャオチャオ。